お待たせしました。質問コーナー回答編やります。はい、皆さんこんにちは、ももがチャンネルです。はい、皆さんお待たせしました。質問コーナー回答編でございます。イエイ。はい、というわけで本日は1月15日の動画で募集した質問にじゃんじゃん答えていきたいと思います。そしてなんと今回ね、たくさん質問いただきました。コメント数を見ると今のところ2395コメントいただいております。やばくない？まあ、全員が全員質問だとは思わないんだけど、まあ、その中で私が一番上に固定でここの中にコメントお願いしますって固定したんですけど、そこのコメントに返信でいろいろ400件くらいねコメントもいただいたので約今回3000件くらいいただいたと思います。本当に皆さんたくさんのコメントありがとうございます。本当はね全部にお答えしなきゃいけないと思うんですけど、ちょっとねさすがに全部は無理なので、何個かね厳選したいくつかのねコメントに今回は答えていきたいと思います。で、今回の質問コーナーの回答編のスタイルはパパが質問を読んで私が答えていくスタイルでやっていきたいと思います。もうこれがね一番早いと思うんですよね。それでは早速行ってみよう。はい、それではじゃあパパ質問を読んでいきます。で、これ一番ね多かった質問です。好きな YouTuber は誰ですか？好きな YouTuber は誰ですか？採用されますように。好きな YouTuber は誰ですか？もうこんな質問がね、すごい多かったです。おー、たくさん YouTuber ね。最近ハマってるのだったら、エミリンチャンネルさん。エミリンチャンネルさん、エミリンチャンネルさんがハマっております。コンセプトカフェに行く系がすごい好きですね。あと、ウーバーイーツ食べ放題。おすすめのリップベスト3教えてください。おすすめのリップちょっと取ってきます。そう、はい、というわけでこちらです。まずこれはもうよく動画に出てるこちらのローラーディスコですね。これはスキンガーデンさんで買ったやつです。結構使い果ててちょっとふにゃふにゃなんですけど、こんな感じで。第2位がこれペリペラのインクエアリー V スティック7番でございます。すごいね、マットな色ですごいいいなと思って選びました。で、第3位がこちら、のんのんちゃんたちが韓国に旅行行った時にお土産で買ってきてくれたやつですね。これエチュードハウスのやつです。質問じゃなくて悩みなんですけど、友達と好きな人が被りました、どうすればいいでしょうか？相談じゃん、もうそれ。好きな人被ったらもう別に友達だからとか関係なく、うちだったら普通に私も好きだから。なので友達にもし私好きな人が何々くんなんだって言われたら、自分も好きなのに隠してたら、もしかしたら応援してくれるとか手伝ってとか言われる可能性があるから、もうそうなる前に先に私も好きなんだその子って言った方がね、あとあとめんどくさいことにならないんじゃないかなって思いますね。はい、これも多かったです。彼氏はいますか？いません。 YouTube やってて良かったなって思ったことはありますか？あったら教えてください。採用されますように。普通にこれはたくさんあるんですけど、まあパッて思い浮かんだのは視聴者さんとかいろんな方に応援してもらえたり、いろんな方とね、なんていうか仲間になれるっていうのかな。まああとはいろんなところで声かけていただけるんですけど、全国に友達がいる感覚っていうか、まあ、視聴者さんたちがいる感覚でなんかね安心っていうか、なんかね嬉しいっていうかね、嬉しいだから、なんかもし街中で変な人にボンってやられたらなんか助けてくれそうみたいな、心強いです。とあともう単純にいろんな YouTuber さんに会えたりするからです。今までの撮った動画の中で一番楽しかったのは？カリフォルニアディズニーでしょう。これは断然に。そうですね、カリフォルニアディズニーに旅行に行った時の、まあ動画っていうかホームビデオっぽいんだけど、 YouTube に残ってるのだったらあれが一番楽しかったな。学校ではどういうキャラですか？このままです。これ本当よく聞かれるんですけど、本当このままでございます。学校の方がちょっと激しいかもしれない。なのでね、特に学校と家とか YouTube とかでキャラを分けてるっていうのはないのかな。多分毎日 YouTube やってるからキャラ作ってたら多分続かないと思う。変顔さん連発3、2、1。自分
が撮った動画の中で何シリーズが一番好きですか？例えばモモログ、クレーンゲーム対決、一週間コーデなどです。好きな撮った動画ってことは自分が楽しいってこと？楽しいってことかな。楽しいってこととしたらクレーンゲームかな。単純にクレーンゲームめっちゃ好きなので、なんか普通に大好きです。でちなみに毎週月曜日にクレーンゲーム出してるんですけど、たまにねクレーンゲーム多くねみたいなコメント来るんですけど、週に1回よ。月30本ある動画のうち4本よ。そんぐらい私の好きなクレーンゲームやらせなさいよ。まあもともとねクレーンゲームと踊ってみた動画で始まったみたいなもんですから、クレーンゲームには感謝ですよ。これからやりたい企画は何ですか？採用されますように。これからやりたい企画私一つありまして、まあ月1恒例とか毎月恒例行事にはしなくてもいいんですけど、少しやりたいなって思ってるのがドッキリ企画ですね。ちなみに今月ちょっと言っちゃうんですけど、まあ面白い系のドッキリ初っていう感じで今月公開されますので、ぜひお楽しみに。もうほんとね超楽しかった。クラスの子に YouTube やってるから愚痴言われる？あんま言われないっちゃ言われないけど、たまになんかいじってくる男子とかはいますね。まあそんなの全部ムシ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 です。まあ女の子は全員応援してくれてます。メイクしたいです。小5です。でも家族に言えません。どうしたらいいですか？まあ、最近は普通に小学5年生でもメイクとかしても全然平気だと思います。まあ、私もねいろいろママに教えてもらってたりしたんでね。なのでねこっそりやるっていうよりかはちょっとママに教えてって感じでやったらいいんじゃないかなって思います。 YouTube はいつまで続けるつもり？いつまで？うちがもうやめたいって思ったらもうやめますね。自分が好きでやってるだけだからね。今のオープニング挨拶の由来は何か教えて。まあ、多分この挨拶を考えたのは私が小学校2年生くらいの時に YouTube ごっこの時にやってた挨拶なので、ちょっとなんでこうなったかは、まあでもなんとなく自分でこうなったっていうのは覚えてるんですけど、未だになんでそれでそうなったんやねんって感じです。一応言いますね。はい皆さん、こんにちは。これはももかのかの系らしいんですよ。かももかの系。はい皆さんこんにちは、ももかチャンネル。これももなんですよ。ももパッカンで私ももかチャンネルです。はいです。まあ言うてこの挨拶で登録者数20万人もいって運も専属になるとは思ってませんでしたので、許してください。近々変えたいと思ってます。ももかちゃんはズバリ何系 YouTuber？ 声ガサガサ系 YouTuber。 未公開写真ドーンドーン。嫌いな YouTuber っていますか？みんな大好き。 YouTuber になりたいと思っています。でも親から反対されています。このまま諦めずに YouTuber になりたい気持ち、夢を持っていいと思いますか？まずなんで反対されるかを詳しく聞いた方がいいと思います。とりあえずね、今すぐできなくても本当にやりたいなら、まあ、ずっと夢を持ってればね、いつかできる日が来ると思います。ぶっちゃけ誰かと付き合ってますか？だから付き合ってないってば。ほんと好きだよねそういう話。最新の好きな YouTuber ランキング教えてください。まあ、最新版じゃあ一応言っときますね。まあ今最新、一番最新なんで、もしかしたら明日には変わってるかもしれないんですが、第3位寿司りくくん、寿司ラーメンりくくん、2位エミリンちゃんで、1位がまあヒカキンさんですね。はい、まあ、我らがウームトップオブザトップということでね、まあ、好きな YouTuber ランキングで。バイトするなら何のアルバイトしたい？サーティーワンですね。これはずっと最初から思ってる。サーティーワンのアイスクリーム屋さんで働いてみたいのはディズニーのキャストさんですね。これも結構多かった質問です。体重いくつ？細いからマジで気になる。体重は 31.5 です。ちなみに身長が152とかですね。ってよく聞かれるんですけど、じゃ普通に食べてるんですよ。めっちゃ小食なわけでもない、普通に食べてるんですけど、まあ、動画見てたら分かる通り私常に動いているっていうか激しめなんですよ。なのでね、つぶれちゃったなのでね、多分ね食べても食べてもね消費するんだと思います。ももかちゃんいつも見てるよ。ここで質問です。学校では陰キャ陽キャ？分かんないけど多分陰キャではないと思う。こういう人は嫌いってありますか？あるね。なんかいちいち何でも文句言ってくれます。好きな外食のお店は？サイゼリア。ちなみに毎回行ったら頼むものはたらこパスタと辛味チキンです。ももかちゃんは親に何て呼ばれてる？友達には？パパには普通にももかとかももちゃんで、ママにはももか、ももちゃん、チャロコンかももかっぱちゃんかもんちゃらです
もうさ、あの人ちょっと謎いんだよ、なんかね、謎に茶を入れたがるの。で、友達とかには、ももかとか、ももかちゃんとか、ももちゃんって呼ばれてます。31で好きなアイス。まあね、前までポッピングシャワーが一番だったんですけど、なんかね、最近ね、たまにね、ディナーになくなったりする、あのね、コットンキャンディーのアイスが一番好きなんですよ。本当に、あれはもう中毒性がやばい。平均携帯使用率は何時間ですか？設定からスクリーンタイムでお願いします。私の1日の平均の携帯を見る時間は5時間16分です。これってどうなんだろう、多い方なのかな。なぜそんなにお父さんと仲がいいのですか？わかりませんね。いつも仲の良い親子が見れてホクホクしています。ももかちゃんの思うパパちゃんの一番好きなところは？パパちゃんじゃなくてパパちゃんね。一番好きなところは、本当にお願いって言ったら買ってくれるところです。とか、あとね、何でも一緒にねやってくれるところ、まあノリがいいってところですね。ももかちゃん、もしかしてマスカケ線ある？手のひら見えた時にちょっと思った。え、ちょっとマックス系の線わからないんですけど、ちょっとありますかこれ。ちょっとあったらコメントで教えてください。転校したことありますか？転校は2回したことあります。小学校は3校。辛いことがあった時どうしてますか？本当に辛いことがあった時はもうとりあえずママとパパにめっちゃ相談して、まあ、大してそんな辛いことないんですけど、もうあったらもうその場でもうぶちまける、うわーって。まあ、あとは基本的に映画見るか寝れば忘れます。行ってみたい都道府県はどこですか？京都です。京都のね、抹茶とかをね、お楽しみたい。付き合うとしたら年上？年下？同い年？でも別に年とかあんま関係ないから、まあさすがに50歳とかは嫌だけど、なんか別にちょっと1学年上とか1学年下とかなら全然中身が良ければ全てよし。ももかちゃんの描いた絵を見たいです。せーの。のいのんちゃんの好きなところ5つ教えて。優しい、面白い、一番好きなところゲラ、ゲラのところ、あとノリがいい、全部。 YouTube を始めたきっかけは何ですか？ YouTube 始めたきっかけは、これよく聞かれるね、ちっちゃい頃からもカワキチャンネルさんを見て、ずっとねパパの携帯で投稿はせずにね YouTube ごっこをしてて、パパに投稿してほしいってお願いして投稿してもらったのがきっかけです。中学校に入ってから先生方などから有名人扱いみたいなのされますか？全くない、一般人です。なんかさ、修学旅行とか行った時に、すいません、ちょっとももかちゃんの通りますって言ったら、やれません。小学生から中学生になって変わったことは？中学生になるので教えてほしいです。勉強むずい。まあこれはまたね動画にしたいと思います。全く同世代じゃないアラサーですが、いつも見させてもらってます。ももかちゃんのキャラクターが大好きです。おばちゃんファンについてどう思いますか？わら。いや逆にね、とても心強いです。なんか大人の方が見てくれてるって思うと、なんかあった時に助けてくれそうだし、すごく心強いです。ありがとうございます。挨拶を超超高速で。じゃあ行きます。はいです。ほのぼのちゃん、のえのんちゃん以外で仲いい YouTuber は？まあ基本的にコラボしたことがある YouTuber さんは基本的に仲がいいです。不細工な金持ちとイケメンな貧乏、どっちを選ぶ？イケメン貧乏。実際本当はまあ不細工な金持ちかな。まあイケメンな金持ちだったら完璧なんだけどね。まあこれ不細工とか貧乏とかは関係なく結局中身だと思うんですけど、まあ究極これどっちかって言われたら、まあ実際本当は不細工なお金持ちかな。まあ稼げるってことは頭がいいってことだからね。どうしてほののえちゃんと仲が良いんですか？多分単純にすっごい気も合うし、本当に素を打ち明けてくれてるっていうのが嬉しくて、あとは単純にうちのパパとママとのえちゃんのパパとママが同い年ということで、家族ぐるみで仲がいいって感じですね。お姉ちゃんと妹ができたとしたら YouTuber の中で誰がいい？お姉ちゃん、のえちゃん、妹、ほのちゃんまあでもちょっと妹、ほのちゃんちょっと生意気すぎるかな。ちょっとやっぱ妹はさよちゃん、しのちゃんで、ほのちゃんがあのいとこくらいがいいかな。お部屋紹介する予定ある？お部屋紹介は来月やります。お部屋どころか初のルームツアーやります。シンガポール行ったら何したいですか？すごい、これバタコさん超コアですよ。なんかね、過去に1回しか行ったことないと思うんですけど、我が家ね来月家族旅行でシンガポールに行くんですけど、もうそれ知ってるってすごいね。マーライオンみたいです。
今一番コラボしたい YouTuber さんは、かっこコラボしたことない方で、かんあきチャンネルさん。もうこれはね、もうかんあきちゃんに憧れて YouTube 始めてるんですよ。なのでね、やっぱね、一度でいいのでかんあきちゃんと会ってみたいですね。だからもうね、コラボとかじゃなくていいから、もうね、ちょっと会ってみたいの。もうだからもう撮影なしでもいいから会ってみたいですね。この質問使われてますか？使われてます。まるちゃんと出会ったブリーダーさんは何県にあるんですか？近ければ素敵な出会いを探しに行きたくて。いいじゃないですか。東京都内でございます。詳しくはドリームゲートチワワで検索してみてください。もし街中でももかちゃんに会ったら声をかけても大丈夫ですか？もちろんです。待ってます。好きな男性のタイプは？うちより身長が高くて、勉強がまあまあできて、顔も普通に良くて、スポーツができて、で、ゴルフができて、メガネをしてない。コンタクトが。まあそんなに理想は高くないんですけど、まあこれぐらいあれば十分です。ラストです。ブーム入ってよかったなって思うことは？まあね、これはね、正直に言っちゃっていいですか？もうね、山ほどあります。まずね、何よりね、頼もしいのよ、本当に。あの子たち誰やねんって感じ。なんかでも本当にね、すごいね、いろいろ知ってる大人たちがサポートしてくれるっていうのは、もう本当にね、心強いんですよ。だからそれこそなんか変な粘着するアンチとかがついたら、いや本当にすぐ特定してくれたり、なんかいろいろそういう面でも頼もしいし、そして何より同じウームのクリエイターさんたちとウームでね、コラボとかもできるし、まあこれはね、ウーム入ってなくても別にコラボはできるんですよ。ただなんかあの、同じ事務所ってことで一緒にみんなでウームを盛り上げようっていう気持ちにもなるので、なんかすごいね、仲間意識とかも芽生えます。まあ、ひまちゃんとかいろんな YouTuber のクリエイターさんいるじゃないですか、私たち世代で。なのでね、こう私たち世代が高校生とかになった時はもうめっちゃ熱いと思います。楽しみにしててください。はい、というわけで本日は久々の質問コーナー回答編ということで、たくさんいただいた質問の中からいくつかのね、できる限りの質問に答えてみました。どうでしょう、皆さん何か参考になりましたでしょうか？まあ、またね、ぜひ機会があったらね、質問コーナーやりたいと思いますので、ぜひその時はまたよろしくお願いします。そして今回こんなにたくさんね、質問をいただいてすごく嬉しかったです。コメントしてくれた方本当にありがとうございました。そしてね、読まれなかった方もたくさんいると思うんですけど、本当にね、いつもありがとうございます。というわけで次回はね、もっとたくさんの方を読めるように頑張りたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さん、バイバイやー。